はい、酒好きな元新潟人の西動画です。今回はサントリーの金のビール、こちらがですね、リニューアルして、発売したということで、買ってみました。限定醸造。違う、特別醸造。こちらですね、アルコール度数が前回以前の、金のビールが 6.5% だったのに対し、6% に、下がってますね。0.5% 下がったと。天然水 100% 仕込み、麦芽とホップが原材料、この金のビールの下にクリーミーな泡と書かれたのが、新バージョンですね。この商品は 4種の麦芽を贅沢に使用し醸造しています。だそうです。クリーミーな泡。まあ、リニューアルっていうことで。まあ、アルコール度数が下がったってことは何やろな。多分、コスト削減でしょうかね。ぽいよね。なんか、コスト削減っぽいな。もう、いいこと、ないと思う、多分。とりあえず、コスト削減のために、ね。やったんではないかと俺は思ってますけど。まあ、前回の、金のビール。は、まあ、別に対して、まあ、うまいかな。ちょっとわかんないんですけどね。俺、あんまり、こんなにうまかったという覚えがない。ので。まあ、いいや。ちょっと、ググってみます。そんなに美味しかったっていう記憶はない。金の瓶。あれ?サントリーのサイトに載ってないんやけど。変わったっていうことも書いてないんやけど。サイトにはね、金のビールのところに行くと、まだ昔の金のビールの、アルコール度数 6.5% の時のやつしか書いてないですね。まさか。まさか。気づかせずにこう、あれする気か?リニューアルする気だな。それは乾杯。泡はクリーミーとかって書いてありますけど。うん。うん。まあ、クリーミーといえばクリーミーではあるな。まあ、俺泡あんま好きじゃないから。どうでもいいけど。うん。うん。そこそこ美味しいんじゃないですか。金のビールリニューアルしたなんて何にも書いてないんだけど、これ。あれ?金のビールリニューアル。サイトではない。サントリーのサイトではないとこには書いてありますね。リニューアル新商品。金のビール。うん。うん。まあ、まずくはないよね。結構それなりに美味しい。うん。でも何が変わったかっていうのが、主に書いてないですね。どこにも。セブンイレブンの金のビールがうますぎるという人もいるみたいですね。まあ、うん。結構独特な、香り、苦味っていうのかながあるのかな。ちょっとエビスに若干似てる感覚はあるんですけど、まあ、うん。うん。
まあまあまあ。まあでもアルコール度数 6% あっても、度数高いっていうのにまあ変わんないですからね。普通 6% のビールなかなかないですからね。うん。セブンブランドの商品である金のビールを飲んでみました。というブログの記事です。他にも金のパンとか金のコーヒーとか金のハンバーグとかいろいろありますけど、あんまり外れがないというか、むしろ、ものすごく美味しいということらしいです。美味しい。うん、俺買ったことないんだよね。金のね、パンとかね、コーヒーとかさ。買ったことないんで。うまいんですかね。金のハンバーグ、うまい。なんか、見たことあるんやけど、金のハンバーグっていうのはうまいって聞いたことある。でもあれですね。やっぱりどこにも載ってませんね。公式では出てないですね。金のビールが変わったって。一切書いてない。そこら辺のブログの記事で変わってるっていうのはあるっぽいんですが、金のビールがリニューアル新発売。まあ多分コスト削減でしょうな、これは。いわゆる 6.5% だったのが、まあアルコール度数を減らしてこう、コストを削減する的なね、感じだとは思うんですけど。まあ俺どちらにしろ別に金のビール自体そんなに、まあ値段も値段だしね、結構高いんね、これ、金のビールってね。まあこれ、買うんだったら、エビスを買うって言いたいところだけど、エビスもまずくなっちゃったんで、まあこれ買うんだったら、せやな。最近ハマってるのが、札幌一番、札幌黒ラベルがハマってるんで、黒ラベル買うな。って感じでしょうかね。ほんと、どこにも載ってねえな。だってもう、6月なる前にもう変わってるみたいです、これ。実質。この金のビール。新しくなったのが。うん。みたいですからね。5月30日にリニューアルしたっぽいです。うん。税込み221円となってます。4種の麦芽を贅沢に使用した豊かなコクとアロマホップの華やかな香り、素材の旨味を引き出す天然水 100% 仕込み、麦の旨味を引き出す、製法と、素材と、製法にこだわり抜いたビールです。贅沢なコクと旨味、豊かな香りをお楽しみいただけます。だそうです。
まあでも、まあ、まずくはないっすね。確かに。うまい部類だとは思うよ。これも、うまい部類だと思います。確かに。うん、苦味も結構強めですね。結構残る、舌に残る感じ。この苦味がこう、舌に残る感じ。っていうのがやっぱあるんで、やっぱ強めだとは思う。確かに。で、麦のうまさもしっかりあるし、これはまあビールとしてはまあいいと思いますけどね、普通にね、コクもあるし、香りもあるし、それでいてこう、まあ飲み飽きはあるかもしれないけど、4244です。ご視聴ありがとうございました。